はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイナルファンタジーブレイブエクスバイス、では続きをやっていきたいと思います。召喚ですね、これ多分フレンドとか呼んでたんで、普通のノーマル召喚が1回できるようになったみたいなんで、まあこれもそのままサクッとやっちゃいましょう。またトロンだったりして、レア1が白なのかな。パリーン、ギムリー、弓使いだな、見た感じ。私は誇り高き大地の狩人、王国の民に刺激されるとは皮肉な定めだな。え、何なのこいつら、もうすでに死んでるやつらなの。まあちょっとこいつは使わないでそのまま行きますか。王とグランシェルトですね。じゃあ入りましょう。ここもモンスターに占拠されてんのかな。てか城がさあんな状態だったらさ、城下町も絶対ダメでしょう。結構近いよね。てかまあ城のすぐそばだと思うけど。ああ焼けとる。一応城ほどじゃないな。王とグランシェルト、だいたいこういう石像みたいなの真っ先に破壊されますからね。では陛下と少女のことは任せたぞ。はっ、お任せください。隊長、違いがわからん。ちょっといい感じの防具を装備してんのかな。ところでレインはどうした、姿が見えないようだが。レイン隊長なら先ほど正門の方へ向かわれましたが。みんななんかサイレスに陥るな。レインのやつ、こんな大事な時に一人でどこへ。町の施設は使えないのかな、そうすると。あれ、もう先に進んだ。フラン街道、グランシェルトの城下町なくてもよくなかったか。レイン、探したんだぞ。一人でどこへ行こうというのだ。どこだっていいだろう。俺はあの鎧の連中、パラデイアの六名傑を追う。え、そういう話じゃなかったっけ。バカな、騎士の責務を放棄する気か。人命救助やモンスターの掃討は一通り終わったが、俺たちは復興作業を指揮し、一日も早く城や町を元の形に戻さねばならん。あ、そっちの方が優先なんだ。てっきり普通にあいつら追うのかと思った。すまないラスベル、でも気持ちが抑えきれないんだ。あの鎧のやつに負けたままなのか、悔しくて我慢できなくて。こんな気持ちは初めてでさ、自分でも驚いているんだ。なんだよこいつ、感情がなかったのか。感情のない男レイン。鎧のやつはビジョンを警戒していた。だったらあいつを止められるのは俺だけだ。ラスフェルは数に入ってないのか。町の復興は他の騎士でもできる。俺は俺のやるべきことをしたい。分かってくれラスウェル。仕方ないな、じゃあ俺も行くよ。こいつらの活動の権限がすげえな、勝手に決められるんだ。やつらは去り際に他のクリスタルへ向かうと言っていた。ここから一番近いところだとディルナド大陸の風のクリスタルだ。まず港町ローディーンに行き、そこから船でランゼルトへに向かう。詳しい。ラスウェル、お前も一緒に来てくれるのか。当然だ、お前のお守りができるのは俺しかいないからな。ありがとなラスウェル。お前は使ってないけど。いや、お金が貯まったらあと素材か。ま
まあ、進化させてもいいんだけど、あれ、少女が来てるよ。格好からしてちょっと白魔導士チックだな。そんな歩みの速度じゃ俺たちには追いつけないぞ。走らんかい。でこの街道を抜けるとフラン街道南部。まあここは普通にモンスター退治だと思うんで、港町ローディーンはこの街道の先にある。どうした、何か気になることでも。いや何でもない、先に進もうぜ。ローディーンは大丈夫なの？盗賊みたいなやつがいるな下に。おお、倒せない。ターンでこれサンダラかけよっかな。クルルは常に、まあちょっとこの戦闘中はそのままゴリ押しで行って、下っ端こいつ下っ端なんだ。おお、でも100当たる。そこそこ敵も強くなってきたな。今平均して多分15くらいなんですよね。あ、窓アーマーがいる。これは2ターンかかるな。いやー、閃光弾使ってきた。クルルはサンダラをかけて、ローゼリアはちょっと直すか、グラナで。あとはそう、なんかね、このリミット技もなんか熟練度的なものがあって、お、クリムゾンスラッシュみたいなのになってる。それ上げてった方がね良さそうなんですよね。全然使ってないけど、溜まったらちょこ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 使っていきましょう。まあすぐ溜まるんでね、攻撃してれば。まあ大地の息吹も使っておこう。ほい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 と。で回復。あれ、生きてるもうヒットポイントないっしょこれ。まったく手こずらせてくれる。倒した時には回復しないんだな、リジェネ。また魔導アーマー族かよ。クリムゾンスラッシュに、こちら雷鳴剣。ほい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 と。おお、いや、また残ってるパターンかよ。これクルルのサンダラでちょっと一掃して、あ、これでなんか長押しすると出てくんな。このギリギリで倒せない感が。あ、そうだ、閃光弾クラッと。プラナでセシルを回復しよう。ほいっと。で、クルルはサンダラで一緒。あれ、サンダラ使わなかった？あれ、ボスいる？あ、下っ端か。どうせ、ここで全てのメーターがなくなるんで、もうできる限りのもので攻撃していきましょう。ほいほいほいと。おお、めっちゃ回復すんな。ケアル系を持ってないけれども、ローゼリアのリミットがかなり回復しますね。まあさすが白魔導士だけある。白魔導士だけあるけど、ケアル使えないっていう。パラデイヤの六名血。あの連中は一体何者なんだ。まさか、すべてのクリスタルを破壊するつもりか。だとしたら、何のために。わからないことだらけだな。ただ一つ、はっきりしているのは、奴らがろくでもない連中だってことさ。そうとも限らん。実はクリスタルが存在していることにより、何かあるかもしれない。
97、結構持ってんな。レベルアップ、あれが欲しいっすね。進化するのに必要な塊、あれがね多分あと2つくらい足りないんすよ。中央部ビビオ連れてこ、ビビオ。完全にこいつ黒魔導士だからな。サンダラとかファイラとかどういうつもりなんだ。ん、レイン、なんか言ったか。え、いや、なんでもない。あの子どこまでついてくるつもりだ。だから何一人でブツブツ言っているんだ。レインは気づいている。お前は気づいてない。あ、全体攻撃がない。じゃあバイオでいいや。で、クルルはサンダラ、あとはもう攻撃でいいや。よーし。うわー、ビビが狙われた。俺のビビじゃないけど。で、ビビも魔法をと。ほい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 。これで倒してくれ。よーし。次。おお、新しい敵がどんどん出てくんな。街の人とかさ、普通の一般人、絶対さ、こんな魔物に出会ったらさ、もうどうにもならないっしょ。あ、ビビ攻撃しちゃった。よく暮らしていけたな。下っ端とはいえさ、結構強いよね。アラジンがちょっと麻痺しちゃったんで、麻痺がないな。バニッシュリーや。ちょっとアラジンはじゃあ、麻痺が解けるのを待つか。ブレイブって何？攻撃力が上がった。早急に始末をする。あれ、後ろのやつ攻撃してるし。ローゼリアが溜まってるから、とりあえず回復しとこう。で、フランも溜まってると。ほい。おら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 。結局倒せない。なんでさ、弓使いなのに殴るの？もっと弓の必殺技みたいなのがいいんだけど。まず進化させるにはレベルをマックスにしないといけないっていうのがね、ありますから。また魔導アーマーか。リミットが使えるけど、まあとりあえず使っとくか。ヒルミゾンスラッシュ。ビビはバイオ。こいつも雷鳴拳が使える。よし、行け。ターンで倒せないか。また先行なんだ。結構みんなサングラスかけ出したな。とりあえずこいつ、ほいほいほい。でビビが魔法もサンダリア。でこいつもサンダラと。サンダーに弱い。あいつ機械だからな。一人ずつ直していくか。フラン。直して、フラン攻撃して、あとは、もう攻撃でいいや。ステータス以上もな、ちょっと厄介だな。で、4分の4。おー、また、なんか下っ端がなんか連れてるよ。違う、下っ端が連れてるんじゃなくて、センチピートが下っ端を連れてるんだ。あ、サンダラ、1回しか撃てねえ。まあ、しょうがない。まずは頭を潰す。ローゼリアで回復。これ状態異常もね、回復するみたいなんで。サンダー剣。フランは一応狙ってみよう。レイン、ストーンとか強いの？おお、微妙に止めない。回復。じゃあ最後は召喚獣で決めますか。
召喚獣は何にも消耗しないっていうところがでかいっすよね。寝てダメージ食らって、あとは下っ端をボコす。オッケー、この街道も多分4つは続かないと思うんですよね。そうだ、フィーナのことだ。いろいろと落ち着いたらじっくりと話を聞かないとならんからな。まあすぐに聞けるさ、直接本人にな。ん？それはどういう意味だ？なんかここまで来るとレインの方がちょっと優秀な感じがしてきたな。どっちかっつうとラスウェルが優秀でレインがそれをちょっとみたいなイメージだったけど、持ってないか。あ、あった、光の石塊、これこれこれ。これでラスウェルも多分進化できると思うんですよね。こっからいけるかな。ちょっとユニットの覚醒でラスウェルちょうどいけるけど、素材が足りない。何が足りない？ああ、この結晶のかけらみたいなのが1個足んない。じゃあちょっとラスウェルはまだもう少しお預けっすね。あれは多分すぐ手に入ると思うんで、またじゃあ進んでいきますか。フラン街道のこれなんて読んだ、なんとか通り、海辺みたいな感じのとこだな。フリオニールがいる、超強い。このフリオニール、いけ。おお、いきなりボスチックなのが出てきた。この辺の敵は全部倒していこうぜ。珍しいな、お前がそんなことを言うなんて。安全を隠しておかないと後からついてくる子が危ないだろ。後からついてくる子？何を言ってるんだお前は。こいつさ、どこまで貯めるのそれを。もう言えばいいじゃん普通に。てかさ、むしろ一緒に行動した方が安全だろ。突然魔物が後ろから襲ってくるってことを十分にありえんだろ。フリオニールいいなぁ、かっこいいなぁ。やっぱりちょっと主人公系のキャラ欲しいなぁ。多分星5なんだろうな、そうすると。サンダラをかけよう。ほいっと。あ、そうすると、サンダー剣が有効っぽいな。まあでも、こいつらそのものがそんなに強くないからな。いいでぇ。もう一回サンダラかけるか。ビーン、ちょっと食らうな。雷鳴剣のフランも攻撃のこいつもクリムゾンスラッシュと、ほい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 と。最後に決めたフランが。次が3個目だよね。溜まるやつはもう一回溜まりそうだな。今回は回復のオンパレード。あれ、ちょっと足んないまだ。じゃあサンダラをかけるか。ほい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 と。ブレイブ、ブレイブビーム。クルルが溜まってるからよし。これ熟練度が上がるとどうなんだ、やっぱり強くなるのかな。多分ね、熟練度10くらいまでね、あったんですよ、見た感じ。10分の1になってたんで。でもさ、そんな長く使い続けるかな。いいキャラがいたら多分変えちゃうからな。で、4分の4。ボスバトル。下っ端がいっぱいいる。一応もう回復使おう。で、こいつもクリムゾンスラッシュでサンダラ使って、サンダー剣の、これどっちだ、バイオの方が強いのかな。フリオニールって何使えるんだろう。ミステリーワルツ、峰打ちとか。いらないな、普通の攻撃がいいな。ほい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 と。お、召喚魔法が使える。袋叩き、マジか。ゴー
思っていたよりは減らなかったな。ルナティックボイス使ってサンダラ使ってで、あとは攻撃と立ちながら寝ている。なんて器用なやつなんだ。ローゼリアがやばい。寝てるやつはちょっとほっとこう。そんなすぐに起きないよね、いくら下っ端といえど。やばいやばい、これさ、マジ集中攻撃してくるからな。殺せるやつを殺す。だがそんなものにやられる俺ではない。わっ、起きてきた。なんてやつらだ。さすがに立ったまま寝るのは限界があったか。よし、リミット溜まってるやつはいないんで、そのまま攻撃しましょう。下っ端いい。一応割り振られてるんだ。よし、これでこの周辺は安全だ。港町ローディーンも見えてきたな。よーし、ローディーンに向かって出発だー。もう出発してんだろう。ってレイン、お前大声で誰に言ってるんだ。なんなのこいつ、優しいのかちょっとアホなのか分からんな。レインは クリアー。よし、ラピス100。お金も貯まって、あとは素材か。あ、あったあった。これだよね。この、幻結晶の欠片。幻結晶っていうのもあるんだ。まあ、それはもう少し高ランクの時に使うやつかな。これで、港町ローディーン。とりあえず、じゃあちょっと、ユニット覚醒でこいつを覚醒させましょう。いけるっしょ。750円、アイテムも OK。 さあ目覚めろ。今まで全く使っていなかったラスウェル、お前の時代がやってくる。アウェイキング。見えた、効果的な立ち筋。構え、一つ上の段階に達したというところか。星さん、じゃあ誰外そうかな。まだレベル1だから、ちょっと一回レベルを上げて、この中で行くと、アラジンどうしようかな。ちょっと、剣士系が被っちゃってるからな。アラジンと交換するか。こいつを入れ替えで、こいつ。よし。じゃあ、次からはこのパーティー編成で行きましょう。というところで今回はこれで終了したいと思います。